それでは打ち上げの用意が整いました。本日のフィナーレ花火であり、そして花火ウィークのスタート花火、打ち上げ花火がイングレスというタイトルがつきました。このイングレスというタイトルと花火の説明をイリキアの田代さんにしていただきます。打ち上げのスタートも田代さんにお願いします。ではお願いします。皆さん、こんにちは。本日の花火を担当するイリキアの田代と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。さて、今夜の花火のテーマはイングレス。イングレスとはですね、柔道に対応したゲームなんですね。しかし、ゲームといっても家にいてできるゲームではありません。何をするかと言いますとですね、皆さんご存知のグーグルマップという地図がありますけれども、そのグーグルマップの上で、ポータルと呼ばれる地点を訪れることで、デジタル的にスタンプラリーをするゲームなんです。そして、このスタンプラリーをするときに、青と緑の陣営に分かれて、そのポータルを取り合います。この付近では、大曲がりの駅、それから花火通り商店街の入り口のアーチですね、それから花火庵、フェアーレ大山、辻屋さん、それから、諏訪神社ですとか、それから、シアットですとか、そういうところがポータルになっています。6月にこのイングレスのイベントを大曲を行った際にですね、なんと88人の方がこのゲームのためだけにこちらを訪れてくださいまして、今日の花火に関しても、Google で特定してくださいまして、たくさんの方が、名古屋や東京、そして埼玉の方から訪れてくださいました。この青と緑という色、イングレスと、それから秋田では、美しい水、そして元気に育っている稲の緑、この青と緑のここをかけてですね、イングレスをテーマにした東京花火を皆さんにお楽しみいただきたいと思います。最後に、今回ご協力くださったライセンス役者の皆さん、黒沢さん、小松さん、佐々木さん、どうもありがとうございます。
締めのご挨拶をいただきます。祭り大回り推進協議会古澤明実行委員長よりご挨拶です。こんばんは。今日は、遅くまで、夏祭りにご参加いただきまして誠にありがとうございました。今年で、42回目の夏祭り、そして、45回目の猿みこしを開催することができました。我々の心の中にある、夏祭りの思い出のように、本日の夏祭りが皆様の心の中に思い出として残していただければ大変嬉しく思います。これから1週間短いふるさと大曲の夏を楽しみましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ皆様、帰り道は気をつけてお帰りください。黒沢実行委員長がお話しされました通り、短い夏ですが濃厚な濃い大曲の夏、どうぞ皆様と共に盛り上げていただきたいと思います。帰り道混雑いたしますが、どうぞお気をつけてお帰りください。バイバイ、ありがとうございました。夏祭り大曲り2015、そして花火ウィークのスタートは総合司会、私チャーリーホエがお付き合いいただきました。どうもありがとうございました。今宵お気をつけてお帰りください。どうもありがとうございました。